ね、悪いことすると刺されますよっていう手になっちゃうからね。そうそうそう、ホスト悪いことしちゃって刺しちゃう、半分死ぬわ。じゃあ昔やったら間違いない、はいどうもこんにちは。はいどうもこんにちは。おっぱい大きくなる系のサプリのステマしてる女の子は大体嘘つき。あーでも多分お金のことしか考えてない人がいそうだよね。どうするりくんと、まあ、結局は大きくなったらいいんじゃないの。じゃあしん寝る子は育つやる気元気大人、俺がベジータ様だ。ちょっと早いね、なんでキャラ変えるの、はい、いやてかさ、最後これ撮ったら何やと思う。いや覚えてないじゃん。俺も何やっけ。俺らは3人で撮ったの最後。確かにその前よ。ていうかお前なんだあのコーラに行ってるの。いや本当ごめんなさい、あれクソ面白かった、うん、面白かった。下がれ、なんだこれ下がれ。いやしておけない議題があるのか。議題今日はですね、議題ってジャスティンが言ってました。議題って俺クエスチョンしてるのに俺が言ってたおかしいやん。この前おくんかい歌舞伎町でですね事件がありましたよね。あったね。あーなるほどね。あそれね、そう自転車を金に塗られる。いや妹からマジな LINE 来たけど LINE してホストが刺された時期がありましたね。ということで今回はですね、そこに着目点を置いて話していこうかなと思います。逆にシビアな問題だよね。そうですね、だからあまり今日はヘラヘラはできないんですけど、結構さ、冗談でもさ、うん、女の子がさ、え、売り切ってる刺すよとか言ってくる子いるじゃん、冗談もさ。で、ね、本当の本当だったからね、今回。確かに知ってます、事件のことは。知ってます、知ってます。いや、びっくりしましたよ、俺聞いた時は。まあ、いわゆる、まあ、関係的にはホストとそれを指名してる女の子、うん、はいはい、関係で噂よ、これは真実じゃないからね、あくまで、うん、噂っていうかネットで見たら、そう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 、行為をしてたらしいんですよ、うんうんうん、一緒に。ああはいはい、でその時にそのホストの人に電話かかってたらしい、女の子から。はいはいはい、はい、で見て、まあ、あくまで妄想よ、妄想だこれみたいな感じで、ね、多分火がついたんじゃないかなと思うけどね。逆の立場でさ、うんうん、考えた時にさ、うんうん、あちょっとまあ批判が浴びるかもしれないけど、俺言いたいことがあったよ、はいはい、ずっと見てて、ツイッターとか、はいはい、あのさ、男と女が逆だった場合、あいや、それ力関係とかもありますけど、まあまあまあ、被害者って言ってあるんだけど、被害者は男になるんですよ。まあね、これ逆だったら多分、もう大変。そうね、めちゃくちゃに言われてるし、うん、死刑だとか言われるレベルじゃん。そう、あでもやっぱり、ね、このホストだから刺されて当たり前みたいなの多かったよね。多かったよ、ツイッターが。しかもなんかそのホストの方がまあなんか営業が良くなかったんじゃないとか、何をしてるか知らんけどね。そう知らんけどさ、まあイメージ的にそんな、まあどっちみち刺されたは悪いけどね。そうそうそう、まあ、でも俺ね、あの写真を見て思ったのはさ、警察電話刺すなよ。で、うん、俺警察何やってんだと思った。写真であったんだよ、こう警察の人が血まみれの女の人が電話しながらタバコ吸って、うん、その目の前に警察がいて横たわってる血だらけの男の人がいて、多分眺めてたんじゃない。いや、なんでさ、いくらなんでもさ、刺してよ。警察来てさ、逆にタバコ吸いながらさ、電話のボコボコされてるよ。俺やられてるよ。俺よ、普段されてるよ。俺しかもなんかその、相手の女と喋ってたって噂になってるね。まあその電話をかけた、その子と電話してお前のせいで刺しただろうがと、みたいな感じの話をした。噂やけん、わかんないけどね。え、じゃあさ、自分がそうなった時のこと考えてみよう。あ、考えたことあるけど、あ、ちょっとじゃあ、あれ、ひと月されました、はい、どうする。ひと月ここをまず押さえるよ、まあ痛いしね、押さえる、うん、で横から出るよな。そうね、え、ロベンツこっちつって顔につけて、目をまず視界を奪う、目は。あんまりふざけちゃダメよ。でもリアルにふざけんだよ、目は。あ結構、俺らシビアにこう歌舞伎町の問題として話してる、なんかこう血を目に塗るとかは、うん、だって俺とかはね、なんかあれのせいでまたホストがって言われたのすごい嫌でさ。そうそうそう、それなんで刺された方がなんかすごい、おかしいよね、かわいそうなホストにしては。もう一個ね、うん、ツイッター上でね、うん、刺した女の子がかわいいみたいな、えがすげえバズってたよ、うん、こんなかわいい子が刺したみたいな、護送されてる時とか、ね、いやちょっと待って、ちょっと待って、うん、でもこんな可愛い子が刺すぐらい、なんかそのホストがひどいことしたんじゃないかな。なんでそんな
変換してホスト全部悪いんだよ。ほんとムカつくよな。俺たちってさ、どんだけ悪役なんだよ。間違いねえよ。まあでもそれを払拭するために俺らがやってるわけで、今。いや、まあたとえね、本当にね、悪かったクズだったとしてもね、まあ刺しちゃいけますけどね、刺されてもしょうがないっていう言葉がちょっと俺はひどいよね。ひどい。悪いことすると刺されますよっていう手になっちゃうからね。そうそうそう、ホスト悪いことしたら刺しちゃう。半分死ぬわ。じゃあ昔は半分死ぬ、間違いない。それの中でホストのいいやつ2割だと思ってるから。価値観の問題だね。まあ人それぞれ。でもさ、俺らさ、どこまでされたら刺す、女の子を刺すってどこまでのレベル。いや、何が起きても刺すだよね。だからでも、の何かが起きたけ刺してる。親殺されたら刺す。でもその何かがあったけ刺してるわけじゃん。ね、でも女の、だってさ、女の子とこうさ、エッチしてんじゃん、うん、でさ、ホストとかからさ、ピリッと電話着信でんじゃん、刺すか。でもだから、それで刺されてないんじゃない。だから、他にも理由いろいろあると思うんだよ。それが分かんないからね。知らない、うん、まあでもおかしいよ、刺せちゃうよね。でも、刺されるようなめちゃくちゃなこと言った可能性もないこともないじゃん。それもある。そうね。あ、刺してみろよ。はい、あ、かもしれない。できないの、お前。おれ、はい、お前やってみろ、おれおれおれ、いいから、おい。うわーってなったかもしれない。まあ、あれだけで、ね、見るとね、なんか分からないけど。でももう一つ問題があるんです。はい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 、その第一発見者の方がツイッターで、うん、つぶやいてたんですけど、私が発見者です、うん、周りにこう、他にも見た人がいるのにすぐにこう、通報する人がまずいなかった。あー、なるほど。これね、この間名古屋の錦でも、うんうん、ありましたね。そう、男の人と男の人なんだけど、これは殺しちゃったよね、うんうん、そう、動画がツイッターですごい回ったんだけど、 あの殺人事件もすごいギャラリーがいっぱいいるにもかかわらず、通報するのが遅れちゃって、うん、そんで止める人もいなくて死んじゃったみたいな。いや、多分やけど、周りがみんなおるけど誰かが通報してるだろみたいになるから。だから大阪かなんかでも飛び降りをそうする女の子をみんなが、そう、止めないで動画撮ってた。動画ずっと回してたみたいな。最近ちょっとおかしいやぜ、日本人は。まあ、それもね、勉強するには防火管理っていうので、ちゃんと勉強するんや。まずは見つけたら、誰が通報してたか関係なく、自分が見つけた人がちゃんと通報しなさいっていうのがあるんや。あ、そういうのね。そう、そしたら、あの向こうから、あ、通報受けてるんで今行ってますとか言うから、まずはちゃんと通報することが本当に。そういうの見たらね。そう、ただ俺、警察何回か電話したことあるけど慣れてる。何があったの？救急車とか。救急車電話したの？何回もある。僕のその、ある中で倒れたり。一回もないわ。まあ、でも今回のこの事件を通してね、うん、僕たちがみんなに言いたいのは、まず、はいはい、通報はすぐしましょう。そう、なるほどね。何でもいい。それは言っとこう。事件、事件中はやっとこう。なんか、やばいなって思ったら、うん、すぐ確かにね。で、もう一つは感情は、ゆっくり話しましょう。間違いない。そうね、冷静に話すのが一番いい。冷静に話しましょう。俺とかでも刺されたことないのに、よっぽど刺されんの。ちょっと、待って。おかしいか言うてた。そうね、うん、まあでもあの事件すごい、俺たちもね、触れるか迷ったんだけど、ツイッターで見たからバンって信じるんじゃなくて、俺らみたいにこうやって、まあ、見た情報ではこんな感じだったよねぐらいで決定つけるじゃないですか。そう、真実はまあ全然わからないから、本当に。でもこれだけは俺はっきり言うけど、刺したやつが悪いから。うん、そう、刺しちゃったね。刺しちゃった。ほんとよ、ビンタスイングやったら止めるやん。なんか歌舞伎町でもすごい稀な事件なんで、いや、それが分からないで。そう、なんか当たり前のようにやってるけど、ね、歌舞伎町がこういうすごい物騒な感じではないではないよ。逆にだって俺4年いるけど初めて聞いたもん、まあね、刺された。クリーンになった方よね、どっちかっていうと、ね、まあ、何も話はまとまってないけどさ、うん、ね、とりあえずやっぱりできることは、まあ、呼ぶと、うん、ね、あの一方的に音声が悪いとやりたいのが俺らはちょっと気に食わねえとぐらいかな、俺らが言いたかったのはね。そんな感じですよね。うん、うん、そうやな。じゃあ最後ドファンからね、うん、締めてもらいましょう、うん、本当に間違えないようにな。人生一度きりしっかりしようぜ。いやー、でもやっぱひどかったね、あの事件は。
でもてか血が生々しかったね。他人事とは思えないですね。でもあんな同じ同業が刺されるようなこと。やってねえだろ。やってるやろ。やってねえの。やってるやん、中国マフィアやから。どう言っていいって思ったら、ジェイオンって言おうと思う。受けづらそうやん。いや、そうだろうやん。これ使われるんだ。まあ、まだ次回から気持ち変えてやってくるんで、ちょっとこれだけは我慢してください。デインって思っていいって言おう。次回を楽しみにしてろって言って。デインって思っていいって言おう。叩かれてしまえ。次の企画はドッキリだよ。デインって言おう。デインばっかり。デインしか言ってない。うん。